お願いします。お父さん、娘さんのお母さんは僕にください。ダメだと言っているだろ。何度言われても同じだ。今日は帰ってくれ。お願いします。絶対に幸せにしますんで、娘さんのお母さんを僕にください。ダメだ、帰りなさい。お願いします。娘さんのお母さんを僕にください。ダメだと言っているだろ。どうしてですか？どうして娘さんのお母さんを僕にくれないんですか？娘さんのお母さんって言ってるからだ。君が娘さんのお母さんをくださいって言ってるからだ。娘さんのお母さんを僕にください。妻だ。それはわしの妻だ。やれるわけがないんだ。どうしてですか？愛してるから。わし妻を愛してるから。見て、こんなにひっついてるやろ。もう50過ぎてんねんで、こんなにラブラブやねんで、あげれるわけないや。お願いします。僕は絶対に諦めません。諦めてくれ。わけがわからへんから。娘をもらいに来たんじゃないの？わしの妻もらいに来た？どっちもです。どっちもだ。どっちもだ。ダメだよ、どっちもは。一人しか。わし娘がいなくなるだけでも寂しいのに、なんで妻まで持っていかれなきゃいけない。寂しいよ。お願いします。娘さんのお母さんをください。頭がおかしいのか君は。帰ってくれ。そんな奴と話している暇ない。お父さん、実は娘さんのお母さんのお腹には赤ちゃんがいるんです。何？何？なんて言ってる？何？すいません、順番が逆になりましたが。どういうこと？どういうこと？どういうこと？娘さんのお母さんのお腹に赤ちゃんが。そういう関係やった？不倫してた？あなた、ごめんなさい。不倫してた？不倫はしてないわ。不倫や。これを不倫と言わずして何を不倫という。赤ちゃんできちゃってんだろ？はい。じゃあ不倫や。赤ちゃんは女の子です。性別も分かってんねや。嘘やは。パニックなんやけど。一気に意味わからなくなってんねんけど、なんで不倫してた？不倫じゃないんです。いや不倫や。こいつとの子ができたやろ？違います、あなたとの子です。わし？はい。わしやった。いや、こいつが娘さんのお母さんくださいって言うから、そういう関係じゃないの？そういう関係じゃないです。ないんだ。ないんだ、よかった。よかったけど、どういう意味これは？なんでわし、このどこの馬の骨とわからんやつに、妻のお腹に赤ちゃんがいることを聞かされた？女の子です。性別まで？なんでこいつに性別聞かされた？性別わかるってことはまあまあ言ってんじゃん。5ヶ月です。5ヶ月じゃん。なんで5ヶ月黙ってた？すいません、性別はケーキを切って、イチゴだったら女の子で、メロンだったら男の子のやつやろうか迷ったんですけど、こっちで報告しました。間違えてる間違えてる。二択間違えすぎてる。絶対ケーキのやつの方がええやん。そういうムービーわし見たことあるけど、むっちゃほっこりするやん。こっちほっこりせえやん。知らん男から告げられんの。女の子です。やめてくれ。女の子ですっていうのやめてくれ。お願いします。娘さんのお母さんを僕にください。それもやめてくれ。意味がわからへんから。今、わし、倒れるよ。脳が処理しきれんくて倒れるよ。今わしの妻のお腹に赤ちゃんがいて、女の子っていうのを娘の彼氏から告げられて、そのそいつがお母さんをもらおうとしている。何が起きてるのか整理できないよ誰も。これ何？僕はお父さんとは初めましてですが、この家には何度か来たことあるんです。それはまあ聞いてたけども。それでお母さんとも仲良くなったんで、僕娘さんとお母さん3人で暮らしたいなと思ってまして、なのでお母さんももらえないかなって。もらえないかなって、あんたそんなんでもらえるわけないや。わしらこんな仲いいんよ。わし50過ぎてるんよ。妻40代よ。それでも子供授かるぐらいの仲の良さ見くびらんといてよ。確かに。じゃあ諦めます。よかった、諦めてくれて。じゃあ娘さんを僕にください。はい、そっちはいいですよ。ありがとうございました。チャンネ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 登録者チャンネチャン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 ネチャン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 ネ登録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 チャンネ登